京橋花月は、大阪府大阪市、京橋駅前に建っている危機京橋の5階に、かつて存在した、演芸場。吉本クリエイティブエージェンシー直営。施設保有は、京阪電気鉄道であり、テナントとして入居していた。2008年10月に閉場した梅田花月の事業を、継承し、同年11月28日開業した。客席数は500席で、 吉本の演芸場の中では、ナンバグランド花月に次ぐ2番目の大きさの中規模、演芸場として位置づけられており、年間で30万人の集客を目標としていた。なお、劇場完成に先駆けて、当地にほど近い大阪ビジネスパークにて、ゴーゴー京橋花月というイベントを続けていた。プログラムは12次開演のベテラン若手関係なく、漫才、落語、ピン芸人、 新喜劇等が出演する、昼、寄席と十九時開演の芝居中心に構成された、夜芝居に分かれていた。またかつて、南馬花月や梅田ヶ月、京都ヶ月で行われていた、ポケットミュージカルスも復活させ、吉本新喜劇の座員などが、歌や踊り、コント等で出演していた。2009年に、 京橋花月夜芝居劇団という夜芝居を中心に活動する劇団を設立。オーディションにより専属の劇団員が募集され、2010年3月に旗揚げ公演が行われた。2009年9月からは、米朝事務所と共同で、よし米落語会という落語会が定期的に開催されていた。2010年7月からは、 より気軽にライブを見られるよう、寄せ園芸と新喜劇がセットであったプログラムを、特選1ヶ月愛部、吉本新喜劇、特選1ヶ月2部に3分割し、好みのプログラムを選んで見られるように変更された。1本あたりのプログラム料金は、従来の半額程度とされるため、寄せ園芸のどちらか1本と新喜劇を投資で見た、場合に、従来の上演時間、 料金ともほぼ同じとなるよう配慮されている。また夕方には30分500円で気軽に見られる、ワンコインライブ、M、M-1 グランプリ、R、R-1 グランプリ、キングオブコント出場を目指す芸人がしのぎを削る、1時間1000円の、1H ライブが新設された。当劇場に近接する、読売テレビとの関わりが深く、深夜ライブの生中継や、同社が制作している。 に、ケツの公開収録を行うこともあった。オープン1年目の来場客数は、目標の30万人には及ばなかったものの、延べ23万人を数え盛況であった。しかしその後は、平日の昼、寄せが、定員の半分足らずの客しか埋まらない日もあるなど、連日、多い万人のナンバグランドカ月と格差が広がり、厳しい状況にあった。 2011年7月に、京都市東山区に、吉本義員カ月が開業した影響や来客数と、テナント量のバランスを考慮した結果、施設保有者である、京阪電鉄と4年目のテナント契約を更新せず、2011年11月、一杯をもって閉館した。なお、同館のドンチョウは閉館後、吉本義員カ月で再利用されている。 跡地はしばらく秋テナントとなった後、2012年11月3日に、大衆演劇ライマイザが入居し、ライマイザ京橋劇場と解消され、リニューアルをオープンしている。ありがとうございます。